司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。仏壇とか仏具、墓地とかは法律用語で祭祀財産と言います。その祭祀財産というのは、まあ税金がかからない非課税の財産になります。また祭祀財産っていうのは、まあこう仏壇は A さんに、仏具は B さんに、墓地は C さんにとかって分けて渡すことはできませんので、一人の人に祭祀財産っていうのは承継されます。なのでまあ被相続人、亡くなられた方が指定されている人がいれば、その人、まあ、指定がなかったら、まあ、家族の話し合いで決めてもらって、でそこでも決まらなければ家庭裁判所の調停で決まることになります。なので祭祀財産というのは非課税財産ですので、まあ、税金かからないんですけれども、そのまあ仏壇とかでも骨董品とかちょっと価値があるような感じのものに関しては非課税の対象から除かれるというケースもありますので、ご注意してください。まあ、詳しくは当事務所までご相談ください。当事務所の電話番号、ホームページ、検索方法です。出張無料で、まあ、無料相談を行っておりますので、ぜひご相談ください。司法書士の重森でした。